ね、はらいです。今日はですね、なんと整体師の先生です。川島さん、YouTube をやっているんですけど、皆さん見たことありますか？今日はですね、私が結構顔のこの辺丸いんですけど、はい、そういう悩みがあってですね、今日は私のこの今の顔とその施術をしてもらった顔をぜひ比べてみて、どれぐらい変わったかっていうビフォーアフターを見てほしいです。そしてですね、今日先生に家でもできる小顔マッサージ、はいはい、を教えていただこうと思うので、ぜひ皆さん最後まで見て一緒に小顔になりましょう。ではどうぞ。やっぱりこの顎をシュッてしたいのと、はい、なるべくこのたるみをなくしたいのと、はいはいはい、キュッてあげたいです。わかりました。お願いします。 OK です。そんなまあ歪みはあんまないんですけども、はい、今回アプローチするポイントは、はい、エラの骨があるんですが、このエラの骨を横に締めていきながら、頬骨、このほっぺたの骨ですね、はい、丸みが出てる部分ですね、はい、ここを横に締めていきます。はい、はい、ではやっていきます、ね、お願いします。あー、小顔になれる。いいした。じゃあ軽く一回フェーズライン触っていきましょう、はい、今の感触を覚えていきましょう。ぜひぜひリスナーさんも、はい、一回チェックしましょう。私のこの顔を見て、はい、覚えてください。そして自分の顔をチェックしてください。そうですね、後からマッサージをこう教えますので、はい、それの前に一回触っててもらって、はい、どう変わるかね、チェックしておきましょう。お願いします。ではじゃあいきますね。下がりやすいですね。あ、やっぱ左右違うんですか？若干だけ右が下がるなっていう傾向ですね。うん、じゃあ軽くまず右向きましょう。はい、ではいきます。お願いします。はい、お願いします。あ、でもそんなに痛くないです。そうです、全然痛くないです。なんか結構小顔矯正って痛いイメージなんですけど、はい、ですね。でもそんなに痛くない。痛くないですよ、全然。あ、気持ちいいです。むしろ結構テレビだとこうなんかこうグリグリ押してる感じあるじゃないですか。意外とあれは演出もあるんですね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。なんか私、小顔矯正って、はい、前のお仕事をしている時に何回か通っていたことがあって、はい、結構痛いイメージで、はい、で、行かなくなっちゃったんですけど。やっぱ痛かったんですね。そうですね、うん、そんなに痛くない。そうなんですよ。ゆっくりゆっくり押していくのがポイントで、うんうんうん、骨っていうのは実はこうこの頭蓋骨っていろんなパーツが集まってるんですけど、うんうんうん、この骨っていうのは実は微量に動くんですね。はい、で、まあ、実際こう変化出していくときにその一個一個の骨を微量に動かしていって、うん、左右をこう縮めていくといった方法を僕らは使っていくんですけども、うん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 、なので、まあ、むくみとか、うん、リンパを流す系よりも、うん、骨を動かす方が根本的に実は変わってくれるっていうのがあるので、はい、そっちの方が僕はおすすめですね。すごい。でもそんなにグイグイ押されてる感じしないですね。そうなんですよ、ゆっくりゆっくり押していく感じですね。すごい。これで結構変わるんですか？そうなんですよ。すごい。多分やった後すぐ分かります。あ、じゃあいつぶりですか、小顔矯正は？5年ぶりぐらい。5年ぶり。最近は美容針には通っているんですけど、はいはい、小顔矯正とか整体とかも、はい、先ほど先生のチャンネルで、はい、骨盤のとかお尻 の、はい、矯正をしていただいたんですけど、それもうほんと久しぶりです。意外ですね。結構いってるかなと思ってました。あ、本当ですか？はい、なんかダイエットをしたんですけど、はい、そういうのにはあんまり行かず、はい、でダイエット中も、はい、ジムはそんなにもう本当数える程度しか行ってなくて、なんか逆に私の場合はジムに行ってしまうとなんかその分なんか今日頑張ったからって食べちゃう、はい、食べちゃうから意味ないですね。自分で、そうですね、自分で家でやってなんかコツコツやってた方がいいなと思って。確かに、は
ちょっと頑張りすぎるとね、食べますもんね。そうですよね。それで家で筋トレをやりながらっていう感じでダイエットをしました。確かに。まっすぐ抜きましょう。はい、一回片方だけバーってやってて、どのぐらい変わるかっての体感してもらいますね。はい、お願いします。これ整体って、はい、結構男性の方も来たりするんですか？はい、多いですよ。最近僕のお店が宮崎あるんですけど、はい、結構その静岡とか福岡とか東京から男の子が、すごいすごいよく聞きますね。やっぱりそうですよね、うん、男性も絶対通った方がいいですよ、うん、非常に今美意識高い男性多いですもんね。多いですよ。気持ちいい。でも全然痛くないんじゃないかなと。うん、痛くないです。ですよね。そんなにも全然顔が大きいわけじゃないので、上田さんは全然そんな大きくないんだけど。気になります。やっぱりやっぱそうですね、まあ、できるならって感じですね。はい、できる限り接着したいですもんね。そうですよね。なんかだから多少はちょっとむくみはそれで、うん、違いますよね。違うかなっていう感じなんですけど、うん、やっぱり全然違いますか、やるとやらないじゃん。違いますよ。ああ。特にやっぱ朝の顔ってやっぱむくんでますもんね、やっぱり。あ、朝が一番やっぱりむくみます、やっぱり。やっぱ筋肉が一番固まってる時間なので、やっぱ一番血流も止まっちゃってて。あ、じゃあ寝てる時に結構凝っちゃうっていうか。はい、そう、むくんで止まってくるんですよね。ああ、それは顔だけじゃなくて体もですか？そうですね。体もそうです。だから朝一が一番こう体がなる重いし、動きにくいし。あ、そうなんだ。そうなんですよ。へえ。一番いいのは朝にちょっとこうストレッチして代謝上げて、まあ、一日始めるっていうのが一番いいです。あ、そうなんですね。はい、あ、でも全然なんか痛くないから。そうなんですよ。ちっちゃくなるのかな。でも痛いだけが絶対いいわけじゃないんですよね。ないんですよ。もう今この時点でかなり動いてきてるんで、うんうん、はい、でもなんか動いてる感じはします、すごい、はい、あ、そう、先生は東京にも、はい、お店をもうすぐ出されるんですよね。そうなんですよ。ぜひぜひ皆さん行ってみてください。多分来年4月ぐらいですね。お、4月に私も通いたいです、はい、まあ、ぜひぜひ。いや、通います。そしたらこのたるみの感じとこっちの感じ比べてもらっていいですか？え、全然違う。触った感じでも分かる。分かります。分かりますか？ちょっとこっちふっくらしません？全然違う。これ起き上がった方が分かるのかな。え、全然違う。ほら、全然違います。ほら、すごい。いつもやってもらいます。次の感じ来た時。はい。これは頭を横から締めていく感じですね。これ顔だけじゃなくて、頭も全体的に、はい。締めていくことで、そうです、ちっちゃくなっていく。そうです、横幅から締めていくって感じですね。なんかでも顎とかやると、はい、やっぱり噛み合わせとかも良くなりますか？そうですね、顎周りやると噛み合わせも良くなるし、あとその口が開きやすくなるとかですね。顔ってその関節が基本的に1個しかなくて、そのここしかないんですよ。顎の関節、関節しかなくて、ここが固まっちゃうと顔から体の血流が悪くなっちゃうんで、顔にこうむくみが溜まっちゃうという。だから顎硬い人は基本的に顔がむくむっていうのがあるんですね。どうですか、エラの感じ。どうなんですか。でも痛みとかはそんなにないです。ないですよね。はい。まだグーってこう押されてるなーって。押されてるなーぐらいで、なんかそれがなんか締まってて、はい、ちっちゃくなるかなみたいな。ですよね。はい、感じで。ここはこのつな
切りがないので、ここはもう形をこうグッと矯正して描いていくっていうやり方ですね、うん、今日は。割とも変わります、ね。触った感じで多分結構分かってくるんで、すごい。1回よりも5回ぐらいやった方がもちろん効果あるんですけど、ね、でも大体うちは5回ですね、基本的に。5回やると効果が持続するって感じですか。そうです。1回で10センチぐらいバーンってしまうわけじゃない、ないので、まあそうですよね。そうそう、じわ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 って感じですね。で、戻ってきちゃったりとかするってことですよね。だからマッサージを、やっぱするのが大事で、自分に合ったマッサージですね。まあ、原因がこう何かにもよると思うんですけど、まあ、頬骨なのか、エラなのかみたいな。やっぱ人によってその原因って違うんですか。違うんですよ。じゃあ一回見てもらうのが一番いいですよね。そうですね。ちょっとこれでもう一回触ってもらっていいですか。全然違う。わかりますこれ。骨がこう、すごい。なんか上がってます。上がった感じ。多分これ触ったらすごいわかると思うんですけど、うんうんうん、でも写真で見てると1ミリ2ミリの変化が多分するんですよ。うん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 。どうですか、わかりますか皆さん、はい。見てる方はわかるかな。どうですか。上がってますか。なんかでもこの辺上がってる気がする。ですか。違いますか、横から見たら。すごい。これを少し維持できるようにちょっと家でできるマッサージを今から教えてもらうので、皆さんも一緒にやってください。はい、出ました、はい、よろしくお願いします、はい。で、今回お伝えするのは、さっきは頬骨とエラを締めたんですけども、はい、これ自分でも、締めることができて、はい、でこの頬骨と骨はほっぺたの骨ですね、はいはい、これとエラの骨がこのエラの骨なんですけど、はい、この2点を横に締めていけば実は自分でもマッサージできますので、まずポイントの、まず頬骨を縮めて触ります、はい、ボコッとしてる骨ですね、そこをまずチェックします、はい、見つかったら、その辺に対してひらひら、はい、この辺で当てます、はい、当てます、はい、このまま横にぐーっと締めていく、ゆっくり。どれぐらいですか、ちょっと痛いぐらいですか。ちょっとこう痛くはなく、ちょっとあなんか締まってるかなぐらいの、まあ痛気持ちいいぐらいですね。あ、痛気持ちいい、はい、あんま痛くなく、はい、これで1分半キープ。1分半、はい、結構割と。でもテレビとか見ながら、そう見てれば YouTube とか、そうそうです、3分ぐらいね、あっという間ですね、これ多分有点が使えると思うんで、頬杖ついて、あ、机とかやるといいですね。でこれポイントはしっかりこう横に締めていくんですけども、うん、ちょっとこの頬骨が前に出てる感じが気になる人は、ちょっと少し前側からも斜めに押し込んであげる感じをすると、好きな方向に締めます、ね。ええー、すごい、そんなに自由自在に。はい。やっぱりあの頭の骨ってそんな10センチ動くわけじゃないので、うん、本当1ミリ2ミリなんですよ。うんうん、だからまあ雰囲気変わったかなって感じです、ね。これは1日に何回ぐらい。これできれば3分、あえてこれ1分半ですけど、これ1分半やって、その次のやつをまた1分半やって、3分間のマッサージをできれば1日2回ぐらいしてほしいな。あ、じゃあ朝と、はい、夜と夜ぐらいですね、朝晩ですね、時間があるとき、はい、っていう感じでいきます。で、はい、終わったら次エラですね、はい、でエラの骨がこの角っこあるじゃないですか、はい、角っこに手のひらを当てて、はい、こ、はい、のまま横に締めていきます。あ、なんかやってもらったばっかりだから温かいですか、はい。で、これもちょっとこう痛気持ちいい感じなんですけど、こっちの方が若干力がいりますね。ぐーっとこう、なんかこのエラの骨がちょっとこう少し動く感じで感じれば一番いいんですけど、ぐっと押して、なんかふわっと1ミリぐらいぐっとこうなんか細くなる感じですね。で、この時ちょっと口半開きした方が力抜けてしまいやすいです、ね、はい、これで1分半キープで、はい、で結構これ腕が疲れると思うから、でもこれ頬杖ついた方がいいです。YouTube 見てると時間出ますもんね。そう、 YouTube 見ながらやってちょうどいいですね。ちょうどいいですもんね。全然10分やってもいいので、やりすぎて問題は特にない。ああ、そうなんですね、はい、っていう感じですね。この2点をぜひこれ家でもやってください。はい、1日に朝と晩、朝晩ですね、はい、はい、皆さんもぜひやってみてください、はい、そしてですね、先生の方もさっきあのチャンネルで先ほど、はい、私の、お尻を
施術してもらって、はい、そして今みたいに家でできるストレッチ方法を教えてもらったので、はい、ぜひぜひ見てください。概要欄に貼っておきます。先生の、チャンネルもいっぱい自分でできる体操とか、こうやって施術風景とかも動画になっているので、ぜひ皆さんチャンネル登録、はい、そして、動画見てください。よろしくお願いします。あとは東京に、はい、もう東京に来年4月、はい、4月にできるみたいなので、はい、よかったら5回でいいんですもんね。5回で結構効果が出るみたいな、はい、そうです。あまり必要ないですね。ねえ、ここまで、ぜひぜひ行ってみてほしいです、はい、よろしくお願いします。今宮崎にあるみたいなので、はい、ぜひ行ってみてください。今日はありがとうございました。した本当になんか顔がすっきりして嬉しいです。はい、ありがとうございました。よかったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。